富山窓家は日本の剣術家。流派は自家新加芸流。称号は大日本武徳会剣道藩士。1938年頃に台北に居住していたが、1944年以降の消息は不明。辰野藩自家新加芸流剣術師難役、富山祭の次男として、張間国立野で生まれる。幼少から父に剣を学び、江戸では、 斉藤役郎、西尾玄左衛門、桃井春倉に従い、柔術を、戸塚彦助に学ぶ。明治維新後、巡査に任官する。転勤が多く、1877年から1881年まで、千葉県警察署、東京向島巡査当所の剣術教師。1882年から1885年まで、北海道空地修士官。 函館警察署の剣術教師を務める。1882年11月26日、向ヶ丘弥生社における激剣試合で、藤田五郎と対戦し、引き分ける。1886年、警視庁に復帰。東京水上警察署、富岡門前警察署の剣術教師。1892年、徳島県警察部に勤務。1908年、 台湾総督府に勤務し、1922年頃、帰国する。1893年10月、小西酒造を営む小西新江門業、茂の招きで、小西家の道場、おさむ館の教頭に就任。1904年、第9回部特裁大演部会において、小沢一郎に0から2で敗れる。1911年、 大日本帝国剣道系制定の委員を務める。ありがとうございます。